投げました。初球見送ってストライク。第2球投げました。内角高め、外れてボール。投球は3球目、投げました。インハイ際どい球、ボール。次は4球目、投げました。打ちました、痛烈。さらに伸びていく。センター見送った、ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。今チームのバッターは5番小笠原。今日3打席目、第9球投げた、アウトロー。ナックルカーブ外れてボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ナックルカーブ空振り。第4球を投げた、インコース低め、ストレートは外れてボール。次は5球目、打ちました。センター前進、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番秋山。今日はファーストゴロと三振。第2球ボール。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んでから投げました、打ちました。セカンド右抜けるか、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボクサー7番藤井。初球フォークボール空振り。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました。ショート真正面、アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わる。オールパシフィックピッチャー交代です。ルーキーの吉武。オールセントラル、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは立浪。第2球投げました、2球目ストライク。第3球はインコースのボール、左へ、一塁へ送る。中村うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボクサー2番石井。今日はサードへの併殺だと三振。第2球投げました、空振り。投球は3球目、投げた、打った、センターへの打球、ヒット。石井、いいバッティングを見せました。バッターは3番鈴木。決まった、ストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球打った、小坂ボールを掴んだ。セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺で、このゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは城島。オールセントラル、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。顔の前通過。第3球を投げた、直球見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく、入った、入った、ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。バッターは9番小坂。これが3度目のバッターボックス。投げた、フォーカーストライク。第2球投げた、打ちました、いい当たり。立浪ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球アウトコース高めいっぱい、ストライク。第2球打ちました、ショート正面、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは井口。初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げました、打った、いい当たりだ。掴んでこれで3アウトになります。さあ、夜空高く花火が打ち上げられました。7回の裏、オールセントラルラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは金本。第2球投げました、スライダーボール。投げました、3球目ストライク。第4球は
レフト方向へ持っていきましたが、藤井取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のローズ。今日はセカンドフライとピッチャーフライ、ボール。第2球、ストレートはストライク。第3球を投げました。打った、セカンド取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ベタジーニ。今日は三振とセカンドゴロ、見送ってストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球、投げました。2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、打ちました。小笠原取った、吉武取ってアウト、スリーアウトチェンジ。吉武この回きっちりと3人で抑えています。オールパシフィック、この回はクリーンナップからの攻撃になります。ジャストミート、一塁送球アウト。ローズいい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。ストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、インハイ見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球はアウトコース低め、ボール。さあ4球目、ボール。第5球投げた、三振。バッターは5番小笠原。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球、ボール。投げた、見送ってストライク。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。次が5球目、危ない球。次が6球目、投げました、外れました、フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。第1球投げました、打ちました、初球打ち、スタンドに入りました、ファール。第2球、ランナースタートを切った、ボールを2塁へ送った、キャッチはアウト、盗塁を阻止しました。8回の表、オールパシフィックピッチャーを交代します、ルーキーの高村。8回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは江藤。今日はファールフライとショートフライ。投げました、外角低め、ボール。投げました、ストライク。さあ4球目、打った。投球これから5球目、外れた、ボール。投球はこれから6球目、打ちました。レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番新庄。今日はショートフライとファーストゴロ。第2球投げました、アウトロー。直球は外れて、ボール。投げた、3球目ストライク。次が4球目、投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、入った、入った、ホームラン。ソロホームラン、発球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。右バッターボックスは9番古田。今日3打席目。第2球、ボール。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。追い込んでから第5球、ボール。投げた、打ちました。井口ボールを取る、セカンドから一塁送球アウト。打順はトップに帰って立浪、初球打ってきた、いったか、どうだ、入るか。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、タッチはセーフ、二塁はセーフ。ランナー一人を置いて迎えるバッターは石井。危ない球。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ。第3球は打った、痛烈な当たり。小崎軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。